こんばんは。こんばんは。今日はですね、トレーニング終わりに美容師チャンネルの山ちゃんと、はい、はい、大食いチャレンジしていきたいと思います。イエーイ。はい、でここにありますのはマック鈴木さんの背脂のチャーハンでございますね。チャーハン、800g のチャーハンをね、トレーニング終わりにしっかりと食べてエネルギーを補給していきたいと思います。イエイイエイ。ということで乾杯しましょうか。はい、はい、やった。本日のコップで、はい、乾杯。はい、乾杯。あー、お疲れ様です。おいしい。あー、おいしいな。このアルコールプラスね、あの大量炭水化物をね、うん、体に入れていただいて、明日も頑張るぞってね、エネルギーいっぱいいきたいと思います。ということで、食べていきましょうか。はい、はい、この圧がすごい。確かに。こんな、ね、本当に攻めてるよ。攻めてますね。量も大量だし。量も大量だし。本日の山盛りチャーハンです。すごい。これがね、あの味付けのタレですね。背脂、背脂のタレをつけながらしっかりと食べていくというのが、すごい。結構近くで見るとね、大量ってわかりますね。はい、ということで早速いただいていきましょう。めっちゃいい匂いしますね。めっちゃいい匂いする。すごい、素晴らしい。食欲そそるわ。そそりますね。じゃあ早速食べていきましょうか。はい、はい、いただきます。いただきます。うん、うまい。うん、めっちゃ美味しいですね。うん、めっちゃ美味しい。おいしい。なんかちゃんと味が染みてる。うん、うまい。でも量が多いけど、これはなんかいけそうな気がする。いけそうな気がしますね。うん、なんかどのタイミングで背脂を入れるかが多分ね、うん、ポイントだと思うんですけど、うん、なんか私のお腹今これ出してるじゃないですか。食べ終わったらすごいお腹になると思うんですよ。やっぱどう？うん、今これでちょっと力抜くとこれくらい。いや、仕事減るかもしれん。大丈夫大丈夫大丈夫。いつもね、こうやってちょっとごまかしてるんですけど、うん、食べたらドーンって思ってたかもしれない。 800g 800g 分ですからね。なこさん食べます？食べれねえんだよ。ケトジェニック中だから。ケトジェニックのタライブ的ですね。エマちゃんはいつも食事どんな感じなんですか？なんか意識して。いつもはもうダイエット食で。へぇー。もう何も考えないで炭水化物ばっかとってんだよ。もう、うん、肉、油、炭水化物。最高。いやでもね、普通ダイエットだとチャーハンはちょっとね、うん、炭水化物と油がしっかり入ってるから、うん、NG っちゃ NG なんですけど。いや、普段なかなか食べれない。うん、でもちゃん普段我慢してる。まあまあ、うん、ちょっと我慢してる。怪しいな、昨日食ったら。昨日は食べてない。うまい。一緒に取るのがうまいっていう。うん。ラーメンだな。いつも一緒に食べた方が一番美味しい。半分。うん、そうですね。今8分経過したぐらいです。うん。うん。お腹の具合はどれくらいですか今？結構いっぱい。私は結構ハマってきて、ハマってきたかも。ちなみにあの日本人の平均の飯食う時間って12分ぐらいちょっと。ええ。じゃあちょっと半分で言うともうタイムリミットですね。うん。でもまあでもほら、あれ日本人食うの早い早いよね。ゆっくり美味しく食べてるという意味では。うん。味変の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 味すごいしみしみ。半分食べるまで待っててからの喜びがでかい。そう、うん、やっぱり。肉の密度が高いから。肉密度。普通に食い切りそうだけど。うん、
チキンのこれいけたんじゃねっていう。なんか後半戦に入ってみてもちゃんと美味しいが伝わってくる、うんうん、美味しいを感じられる。最後トレーニングもしたし、うん、たくさんの美味しいものを食べて、うん、食べて、うん、もう大満足だ。すげえ寝るような感想。どうした、もう寝るのか。寝る日はですね、今日一日でなんかもうフィニッシュした感じですね。もうやり終えたか、うん、そうだね。女性でもこれ食い切れるって大したもんね。8分ぐらいになる。あともうちょっとでしょ。うん、すごいすごいすごい美味しいもん。あーね、女性食う時代だから。少しずつお腹でかくなった。見てみたいな変化はな、うん、でもスープが染みすぎちゃってちょっと辛い、うんうん、ちょっと辛い。半分に切って、そんなもんだろうか。山ちゃん、何？あ、あと一口、うん、あとちょっと、爽快。今ちょっとグってたさ、あれはご飯がね、どっか行くやつ、ね、鼻の奥に。ちょっと最後、最後いくよ。ちょっとゆっくり、山ちゃんの記録20分30秒。おお。かかったね。かかったね。かかったね。うん。嬉しかったかも。あ、先生も行く。俺行くね。わ、すごい。すごい。で、前にちょっとビール。ちょっと待って、俺ちょっと今見ちゃったんだけど、ガリ見切りだったよな。これまさか、まさかの、あれ？あら、あら、ちょっと待ってくれ。あれ？好き嫌いですか、先生？まさか、まさかまさか。これね、いや、ちゃうんですよ、うん、食べるタイミングを逃してて、完全に、あ、結果最後ガリ祭りになりそう。これ余裕を残してから、すごい。でもガリとのご飯の比率がガリ飯8対2だね。間違えた、間違えた、間違えた、完全にこうミス。ガリの存在するから、うまそう。でもうまそう。うまいでしょ。うん、ちょっと辛いよ、やっぱり。最後に、ガリだけだ。ちょっと辛い。あ、なんか、先生、すごい。お、あとちょっと、なんか、一口になってしまった。いやー、なんか終わるとあっという間ですね。もう、ご綺麗に食べたい。すごい、いや、これはすごい、イエイ、あっという間、すごいよ、美味しかった、美味しかった、すごい。どうですか。いや、本当お腹いっぱい、うん、美味しかった、美味しかった、美味しかった。ちょっとお腹見てみようか、いきます。じゃあ、さあ、お、結構これはやっぱり食べた分だけこうボンと力ちょっと入れてみ、まあ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 、まあ、いつもでもやっぱり上の方やっぱり胃が膨れてるね。あいあ、あいすごい生まれてきそう。でもこれを消費するわけですからね。うん、マック鈴木さんの背脂チャーハンですね、非常に美味しくいただきましたのでありがとうございました。ありがとうございました。はい、ということでごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまです。バイバーイ。バイバーイ。おはようございます。今朝のお腹の様子ですね。昨日あれだけ背脂チャーハンを食べた後こんな感じになってます。まあちょっと力入れてますけど、キュッ緩めたらこんな感じですね。まあ緩めてもこれくらい、これくらいなので、まあまあしっかりと消化してくれて嬉しいです。ありがとうございました。